テンガ。ということで、はい、テングですけども、ポケモンクリスタルやっていきたいと思います。今なんでここにいるかっていうと、四天王集会をね、していた途中というか、まあ、していたんで、動画外で、ここにね、います。で、ちょっと、まあ、ポケモン結構強くなりましたね。まあ、リョーツとね、プッチーが結構強くなったかなと思います。でもね、多分これでも、レッドさんにはかなわないので、まだまだ修行がね、必要だと思います。で、今回何しようかなって思ったんですけど、ライバルがいないんですよね、そういえば。で、ちょっと調べたら、なんか、お月見山で遭遇すると、その後四天王入る前に、何回か遊びに来るみたいな情報を得たんで、それをね、まずやっていこうと思います。で、今日は水曜なんですけど、このね、おっさんがいるんだけど、そう、このおっさんね、水曜と土曜日に出てくるんで、ちょうどね、いい、あ、しかも持ってんじゃん、しかも。4000枚。じゃあ、霊美を、あったあった、マミコに覚えさせましょうね。これでいいね。でね、シャドボはね、あれらしいんだよね。物理らしいんだよ、物理。シャドボが物理はちょっと納得できんけどな。何が物理なのか、ようわからん。だってね、スマブラとかのミュウツーとかね、思い出してほしいけどさ。なんか飛ばしてるやんけ。丸い玉を。あれがさ、物理だったらさ、ねえ、もう何が物理なんだよっていう。うん。あー、さらばだって、あ、なに、消えんのこいつ。一日一回かよ。一日ってかその、いる日一回かよ。マジか。まあまあ、別にいいや。これでまあ、マミコが少し戦いになったら、まあ、よりいいんだけどね。うん。どうなのか。まあでも特殊はね、高めだから、まあ、なんとか、少しでもね、戦えるんじゃないかなと思います。さあ、今日も、楽しい。リニアの旅だ。レッツゴー。いやー、3両しかないけどね。いや、これ何キロなんだろうな、本当に。500キロが出てるのかな、500キロぐらい。だとしたら相当早いよね。でも俺も新幹線で辛かったもんな。なんかね、新幹線ね、乗ったんですよ、最近。あのね、G がすごかった、G が。なんか、軽いジェットコースターかと思ったもんね。あれはね、俺にはちょっとね、苦痛、まあ、苦痛って言い方もあれだけど、苦痛でしたね。で、お月見山なんですけど、ニビシティから行きましょうね。花田からはいけないんで。あ、待てよ、こっちの方って行ってないから、トレーナーたくさんいるかもしんねえな。その可能性あるな。ちょっとマミコじゃあ育成しようか。忘れてたわ。そうそう、行ってないからさ。多分さ、トレーナーが溜まってんじゃないかっていう。そんな気がするが。どうなのか。いたわーやっぱりな。どうしようかな。何がやねん。何がどうしようなんだよ。お前。さあ。まあ、どうせね、32とかでしょ。あ、いいね。霊美効くじゃん。いいね。あ、これ、もしかして、あれだね。あの、技のモーションがないね、多分。まあ、一応使って。イエーイ、失敗してやんの。どう？倒せんじゃないか、さすがに。強い！いいね、マミコ強い。なんだよ、こんな強いのかよ、お前。じゃあ、もっと前からな、覚えときゃよかったわ。特攻は高いんだな、やっぱり。こいつも育成すれば、だからあれだな。ちゃんと、あ、何？いや、何よ、母さん、何？いらねえから、またぬいぐるみ買いやがったぞ、このクソババカ、この野郎、お前。絶縁すんぞ、俺が。いらねえっつってんだろうが、おい。なんでさ、物買うの、余計なもの。で、どっから行くんだ、これ。こっちか。よし。オッケー、戦おう。僕は風の子、元気な子。何言ってんだ、こいつは。何言ってんだ、こいつは、本当に。大丈夫か？もう寒くなってきてんだからさ、短パンはもうやめなさい、もう本当に。これ、等倍の時のダメージがどれくらいか気になるよね、実際。霊美で。霊美でも10個しかないのもちょっとな、きついよな。他になんか、なんか特殊技を覚えさせた方がいいよね。10万ボルトとか。ちょっと待って待って待って、それ死ぬ死ぬ死ぬって死ぬ。あ、全然死なないけど。死なないけども、死なないけどもやね。どうしようか。マミコ何を覚えさせればいいんだろうな。ポケゴーだとみんなどんな感じなんだろうな、実際。わからんな。やっぱサイキネとかか。
排気ね。まあ、あの3個全部覚えてもいいかもね。10万ボルトの火炎放射。多分全部は覚えんじゃないか。早くあの3つ覚えてもいいような気もしないでもないが。まあ、全部ね、多分物理だから、ああ、特殊だから、毒はまあいいでしょう。じゃ覚えても別に問題はないかなって思うけど、まあ、実際のところどうなんだろうね。わからんけど。よいしょ。まあ、でもさ、こいつ経験値の、上限というか、上がりやすいんでね。まあ、すぐに50とかにはなるね。こいつレベル100になったら HP どれくらいのかな？やっぱり、あれかな。100で多分600ぐらいかな。そんなに行くのはもう、こいつぐらいのもんだろうね。だって、両手ですらさ、54で246でしょ？まあもう明らかに超えてるもんね。おかしいわ。化け物だわ。体力だけ。あ、こいつもしかしてあれか？あ、こいつ違うな。山男かなと思ったけど、なんかこいつ炎っぽいな。やっぱりな。ブーバーとか来るか。さすがにブーバーとかは多分対応できない。だから特殊だと思うんだよね。しかもレベル低いし。これ一旦霊火打ってみる。どうなる？霊火で、どう？あーまあ、やれないこと、あ、待って、これ特殊じゃないか。炎パンって確か物理だっけ？あ、違うわ、特殊か。じゃあ、卵爆弾とかどうよ。外すなや、お前。何してんだ、しっかりしろ、おい。外すな。もう、もう一回卵爆弾だよ。これ、でもランダムだし、威力低いもんな。どうなの？あ、でもいけるね。あ、いける。あ、なんだ、卵爆弾でいいんじゃない？そしたらこれね。なんだ。舐めてましたわ。卵爆弾って物理じゃないのか、もしかして。特殊なのかな、もしかして。わかんねえな。卵爆弾ってどっちなんだろうな。まあ、ノーマルだからタイプ1もあるだろうし、これ卵爆弾は活かしておけるな。ほら、強い。急所だけどさ。ヘドロ攻撃多分あれだよな。特殊だもんな。まあ、特殊技を打つやつだったら、あれ？特殊じゃない？もしかしてこれ。嘘だろ？これ物理なのかな？いや、急所だからわからないな。まあ、最悪自分で卵読みできるから、そんなに脅威ではないけど、これ、霊火以外ちょっと覚えた方が絶対いいね、これね。もうわかりましたね、これは。ああ、もしくは、なんか、PP 系のアイテム欲しいね。PP、PP しましょうよ。さあ、行きましょう。爆弾と霊火を使いこなすことが勝利の秘訣ですよ、これは。ああ、やっぱいけるじゃん。強いな。え？こんな強いんだ。卵爆弾って。まあ、爆弾だからね。まあ、実際でも卵爆弾多分あれなんでしょう。腐った卵投げて目つぶしするみたいな。ね、そんな感じの技なんだよ、きっと。爆弾って言ってるけど、実際爆弾の卵なんてあったらもう、溜まったもんじゃないからな。さあ、そんな感じで勝ちましたね。天気は晴れでも、俺の心は雨。何言ってんだ、お前。まあ、全然カッコつけてんじゃねえよ、お前。カッコよくねえから、お前。何言ってんだよ、ほんとに。さあ、そろそろ、お、来ましたね。あ、こいつは？トレーナーかい。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。え？なんだ？何始めるんだ？また、てか、あれだろう。やっぱりなぁ。まあまあ、2体だったらいけるか。ドガース。ドガースって炎じゃないけど、おそらくガスだから、なんか、まあそういうつながりなんだろうな。ちょっとガス系のつながりなんだろうな、きっとな。だけど、こいつは特に、まあ、霊火に耐性はないんで、ワンパーン。いいね。強いね、マミコ。さあ、マグマグって、あれだよね。そうだよね。ナメクジみたいな。あれ？この、放送、てか動画で見たことないよね。へぇー。こんな感じなのね。まあ、同じだよね。当たり前だけど。マグマグだわ。ワンパン強い！え？マミコ強いな。ごめん。やっぱポケモン GO でよく使われてるだけあって強いわ。まあ、個体値とかはちょっとよくわかんないけどね。まあ、でも強いな。さあ、そしてここだよね、お月見山って。いたわ！あ、いたわ！久しぶりだな、カエルテン。俺はお前に負けてから、自分に何が足りないのか、こいつらと一緒に、ずっと考えてた。そして、見つけ出した答え、カエルテン、お前に見せてやるよ。おー、かっこいいな。いや、この辺からね、ライバルね、あ、ほら、見て、見た目も変わってんぞ、ほら。前まで正面だったもんな。お前に勝つみたいな。なんか、決意がみなぎってますね。ニューラ。あー、ロンゲバカだな。あ、強いレベルも。まあまあ強いぞ、こいつ。いや、これちょっときつそうだな。まあ、なんとかなるか。いやー、どうしよう。やめとこう。本気出そうぜ。
とりあえずニューラは氷と悪なので、まあ悪とかは格闘を聞くけど、噴火してでいけるか。噴火してのね、火炎車とかでいけなくはないかなと。おお、まあただニューラな、そんなに技ないだろう。マニューラもないしな、この世代は。こいつお月見山にこもってたのか、つまり。月見山にこもって修行でもしたのか。そういうことか、つまり。いや、まさかでもこれさ、気づかない人は気づかないよな、普通に。こんなとこにお前引きこもってたのかよ、みたいな。さあ、オーダイル。オーダイル、電気ないか。まずいな。まあ、両津しかいないよな。こうなってくると。さあ、オーダイル、拳で、レベル45。まあ、まあまあやな。さあ、これはのしかかり作戦しかないですからね。まあ、ドロポンとか使ってくるかもしんないからな。ちょっと厳しいじゃん。さあ、どう？いいね、いいダメージ。いや、すげえ、ワンパンかよ。まあ、急所だけど。すげえな、お前。やっぱ、両津強いよな。さあ、そしてゴルバット。ゴルバットは、いけんじゃないか、マミコで。最悪。ね。あー、てか、クロバットじゃないんだね、やっぱりまだ。まあ、そりゃそうだよな。クロバットにできるわけがないもんな。こんなやつが。よし。あ、待て。あ、やめて。いや、ほんとに。死ぬって。死ぬんだって。よし、耐えた。よくやった。後で俺のチューしてあげるからな、俺がチューしてあげるからな、お前に。さあ、問題は倒せるか、倒せない、やっぱりね。まあ、無理だろうとは思ったけども。じゃあ、これは回復しかありませんね。はい、回復しましょう。まあね。回復の時間が長えな、これ。どんだけかかってんだ、これ。10秒以上かかってんだ、これ。まあいいや。まあ、翼で撃つ、1回分、3回は多分耐えるはずだから、まあ問題はないかなと。あらら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 ら、怪しい光されたわ。やめてほしいな、それは。まあ、マミコなら多分大丈夫だろう、きっと。ですよね。さあ、厄介なやつ来たな。いや。特殊系だったら強えんだけどな、マミコ。特殊以外はな、本当に、なんで？お前負けんぞ、マジで。また負けんぞ、これ。また、そしてこの長い休憩時間入るやんけ。まあ、カットしますけど。長いわ、マジで。よし。この世代のゴルバット弱いな。エアスラッシュとかないもんな。多分、主力技はこれしかないだろうな、きっとこいつ。なにこいつ！なにこの人、厄介だな。ちょっと待ってくれ。これ、マミコ次第だぞ、これは。よし！よかった。ただもう、霊美がなくなったと思うから、きついな。やはり、霊美しかないのもきついな。経験値だけはすっげーな、でも。さあ、そして、レアコイル。これはいいや、出しとこうか。出して、で、この当時は、磁場コイルもないので、まあ、普通にいけるでしょうね。いや、磁場コイルでもね、弱くなるらしいからな。よくわからんわ。うわー厄介だなぁ。まあまあまあ、普通に地震、いや、火炎車。火炎車でしょ。電気ショック結構強いんだよなぁ。こいつ、特攻が高いからさ。ほら、全然そうでもなかったわ。ほらってほどでもなかったな。別に。ね。まあ、これでいけるね。よし。余裕雑魚つ。お前はそんなものか。さあ、そして、残り2体。ゲンガー。ゲンガー？マジで？え？あ、待てよ、ゲンガーってシャドウを聞くよな。ゴーストにはゴーストだもんな。これ、足低くさせんな。足の低い低い。やめろ。交換できるんだ。羨ましいな。あ、呪いだ。めんどくせ。マジか。いや、でもね、逆に考えろ。HP 半分減ったようなもんだから。そうだよね。おー！強い！やるやん。まあ、ちょっと厄介だけど。うわぁ、削れる量が半端ねえな、これ。やっべ。でもこれ死んだらどうなんの、こいつ。こいつが死んだ場合、これって、まなざしの効果は取れんのか。それとも取れないのか。さあ、HP300 ですね、そして。305ぐらいいく ?6! 306! ステミタックル！いらないだろ、絶対に。いらない。お前はステミタックルなんかやるな。お前は HP 減らすな、自分から。フーディン。あれ、フーディンも、ゴースト確か効くよね。これ、勝てんじゃねえか。よーし、行こう。待機なんか引かないぞ。特防だけは高いからな。アホみたいに。
どうよ。ほら、全然効かねえ。やば。そうだよね。効果抜群だよね。いけるやんけ。あ、なんだ。え、てか、フーディンもあれじゃん。交換じゃん。ずるーい。交換したい。いやいやいや、おかしいおかしい。削れる量おかしいって、マジで。死んだやんけ、これ。削れる量おかしいだろ、こいつ。どうないすんねん。負けたわ。もうこれ逃げ、待って、逃げれんのこれ。逃げれた。やっぱそうだよな。まあ、本体がいないんだもんな。死んでるもんな、本体が。まあ、いくら再起根が、特殊とはいえ、やっぱ30ちょいぐらいの HP しかなかったら、さすがに死ぬわな。さあ、これで、オーロラビーム。何自己再生だと何これは効いてないぞ。まあ、でも、特殊下がってるからね。おそらく、そんなに問題はなかろう。厄介ですね、この人。厄介ですね。この破壊光線の音のやつね。うん。さあ、倒せるか。破壊線ってなんだろうな。さっき噛んだけど。よし。オッケー。倒しました。こいつらの持てる力、最大に出せるよ。おー、すごいな、その、なんか、変わってるな、こいつの。いやー、いいやつじゃん、こいつ。確かに、俺の負けだ。それは認めるよ。だけど、これで終わりじゃない。いつか最強のポケモントレーナーになってみせる。こいつらも、おー、ポケモンも信頼してるやんけ。いいか、カエルテン。いつかお前を倒して、俺の強さ、教えてやるからな。おー、これで、石井高原に行くと、いるっていう噂、というか、あるよね。ちょっとわからんけど、行ってみるか。まあ、で、いなかったら、まあ、四天王周回しましょうか。残り時間はちょっとね、四天王周回編になります。はい。さあ。まあ、でも結構ね、レベルが上がってるんで、周回もサクサクいけるんじゃないかなと思うんですけど。てん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 。よし。何がよしかわからんけどな。何がよしなんだよ。で、お金は今手に入って、あ、3万も持ってんの。ちょっと回復の薬買ってこう。うん、もうやっぱ回復の薬買った方がいいわ。うん、何よりもやっぱ回復の薬大事だから。よし。さあ、これで来んのか。来てくれ。来てく、あー来た早いな。待てよ。今からポケモンリーグ挑戦か。それは無理だぜ。いやいや、早えな。まだ何時間も経ってねえぞ。お、これ多分最終決戦。あ、ほら、BGM がだってもう、あれじゃん。レッドさんとか、渡る戦だもんな。全然違うじゃん、ほら。どうなった強さ。レベルは ?45。あんまり変わってないね、でもね。言うほど変わってないよ、こいつ。それでお前、勝てると思ってんのか。いや、でも BGM 違うのかっこいいな。技もちょっと違うぞ。さっき怖い顔とか言ってきたもんな。だけど、お前はここで終わるんだよ。ライバルは所詮ライバルだよ。ベジータ思い出せ。あいつは永遠にな、勝てないだろ、悟空には。同じ、何?生えた。あ、連続切りそうか、厄介だな。まあ、回復はしてこないか、やっぱり。愛があると言っても回復はしてこないか、やっぱりな。さすがにしてこないわな。うん。さあ。次は、誰だ?オーダイル。オーダイルね。まあ、両津だよね、やっぱり。こいつ50いってんじゃないか、多分。ああ、50いってるわ。すげえ、あの短期間で、飴をぶん投げたか、こいつ。それしかないよな。また嫌な音かよ。前もやってきたの、確か。すげえな、こいつ。多分、飴をぶん投げたな、きっと。ほら、食え。美味しい飴だぞ、って。うん。きっと、こいつの、育成方法はそれしかないよ。飴とムチ。てか、飴と飴だね、どっちかって言ったら。飴と飴。まあ、弱いな、でも。こんなものか。お前の主力ポケモンはこんなものか。さあ、そしてクロバット。あ、クロバット、あの短期間に、進化させやがった。おー、懐いてるじゃん。すげー、なんか感動してくるな。さあ、問題は、マミコで倒せるか。まあ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 、厄介な音。まあ、だ、毒毒は、あれだよな。最初の3ターンぐらいは、ダメージ少ないので、その間に倒すっていう作戦で。さあ、半分は削って、よしよしよし。
いいね。あとは怪しい光やめてね。怪しい光だけはめんどくさいから。言ったらほらしてきたよ。もうなんなんだよこいつ、やめろって。もう頼むよ、お前を信じてる。なにこいつ、もうやだわ。いやー、まあ、まだ平気、まだ耐える。まあもう定石だよな、そのコンビネーションはな。いや待て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 、死ぬなよ死ぬなよ死ぬなよ死ぬ。いやー108、あでも勝ったわ、よかった。よしよしよし、これで経験値美味しいと。さあで回復の薬使ってあげないとな。おーすっげーすぐ上がるな。レアコイル、レアコイルはさすがに無理か。レアコイルはまあ噴火してでいけるか。まあ、パーティーは基本的に変わんないんだな、レベル以外は。レベルもそんな変わってないけどな、言っても。わからん、俺が強くなりすぎたのかもしれないけどな。もしかしたらだからここ先にお月見山行ってて、その関東制覇した直後だったら、まあ、結構互角だったかもしれないけど、もう結構ね、4周くらいしてるからな、してんの。もうね、ちょっとライバルの、待てよ、ライバルもレベル上がんのかな？ 2 回目、3回目と戦っていったら。その辺どうなんだろうね。多分また来ると思うんだよね、こいつ。足を低くさせんじゃない、だからお前。あ、てかこれあれか。もう、フーディンとゲンガーか。これはじゃあいけるね、この、あれでね。マミコで。よいしょ！回復！長いんだよ、これ。長いんだよ、これ。もっとシュンって回復しないのか、これ。長いんだよ。さあ。そして、まあ、やってくるよな。いや、歯茎に釘刺すな。おい、歯茎ってのは敏感なんだぞ。そんなことやったら歯茎から血が出て、お前。もう余計に歯周病進むからな。やめとけって、マジで。うん。歯茎から血が出るわ。さあ、マミコ。よし！シャドーボー。まあ、死にませんやろうな、多分。あ、死んだわ。あ、急所か。まあ、死んだからな。よっしゃ、48レベル。いいね。まあ、でも特攻は結構高いな、やっぱり。100超えるな、普通にこれ。いいね。まあ、風鈴は特攻以外、特殊技以外ないだろうからな。これは勝ったも同然でしょ。さすがに佐伯ねは強いから、しかも風鈴多分特攻高いから。さあ、分かってんだろうな、お前。よーし、分かってますねー。この呪いが強いんだよな。ちょっとこれは無理かもしれんな。ちょっと待ってくれ。死んだかもしれんぞ。どうなる？どうなる？お前頼むぞ、分かってんだろうな、お前。よーし！だけど、倒せはしないだろうな、さすがに。まあ、そうだよな。で、これだよな、問題は。問題児だよ、これが。うーわー、すげー減る。70ぐらい減ったぞ、今。ペースがやばいな。まあ、いいでしょう。長いわ。何分待たすんだよ、マジで。うわー。いや、でも、多分大丈夫。多分大丈夫。よしよしよし。で、次のターン、混乱さえ解ければ勝てる。いやー、まあ、解けなくても、最悪。わけもわからず来なければいける。バカですか、こいつは。もう、これは無理か。マミコじゃ立て、か、あー、あ、そっかそっか。溶けてんのか。回復使ったから当たり前か。これは、70減るって考えて、まあ、110でしょ、多分これで。で、108。で、最近ね、多分4。もうやだ、こいつ。マジやだ、こいつ。何それ。自己再生って。何したら回復するんだよ、自分で。まあ、耐えるもんね。残り30残るとして、まあまあまあ、ちょうど30残って、で、また回復して、はい。わあ、まあまあまあ、いいでしょう。で、次の、こいつの、あれによるよね。お！ってことは、これ、いや、わかんないぞ。自己再生もうやってこない保証ないが、まあ、これで、シャドボが、惜しかったね。まあ、あとは外れなければ。外れるなよ。絶対外れるなよ。外れるなよ。絶対外れるなよ、お前。よーし！勝ちましたね。いやー、いい戦いでした。はい。経験値も美味しい。イエーイ、ロンゲバカめ。俺の負けは認める。やったー。くっ、まだ勝てんのか。もっと。
もっとポケモンのこと考えてやる必要がある。変わったなこいつ、ポケモンは道具なんだよみたいな。全然違うじゃん。ふん、せいぜい頑張るがいいさ。いやー、人ってのは成長するんですね。はい、ということで今回はじゃあこの辺で終わります。次回からついに四天王周回編が始まります。まあレッドさんはねまだまだ勝てそうにないんでね、頑張ります。はい、よかったら次もご覧ください。お疲れ様でした。さよなら。